皆さんこんにちは。今回も EKSA 様の提供で、ゲーミングヘッドセットのレビューをしていこうと思います。毎度提供ありがとうございます。今回紹介していくヘッドセットはこの2つ、EKSA の E3 Air Joy Pro と、E3Z Air Joy Plus になります。この2機種を比較していくんだな。うん、まずは中身と外観を見ていこう。はい、こんな感じで入っています。ふむふむ、どちらもヘッドセット用のポーチが入っているんだな。生地はメッシュになっていてとても軽いわ。それじゃあ、中身の詳細を見てみようぜ。まずはAir Joy Proから、持ってみてまずその軽さに驚いちゃうわね。これまで使ってきたどのヘッドセットよりも軽い。イヤーパッドはメッシュか？うん、通気性が良くて軽く柔らかな付け心地。次にサイズなんだけど、上部左右2箇所を伸ばすことでサイズ調整が可能。用心の頭はデカめなので一番伸ばしてギリギリくらい。最大まで伸ばしても入らない人も普通にいると思うから、頭のサイズが大きいと自覚のある方は要注意です。買ったのに入らないなんてのは悲しいからな。そして、端子部と操作部分はこちら。3.5mm ジャックと USB Type-C が一つずつ。そして音量調節とミュートボタンがあるね。ミュートボタンは押すと勝ち。テクニック感があるわ。少し深くて押しづらいが、押したかどうかがよくわかる作りになってるぜ。その他ケーブル類はこんな感じ。3.5mm ジャックとプラグの二股ケーブル。USB Type-C と 3.5mm のプラグのケーブル。USB Type-A と USB Type-C のケーブル。3.5mm ジャックに接続するピンマイク。曲げて調節できるみたいだな。とりあえず繋いでみようか。おう。こんな感じです。マイクの距離感は良い感じだったぜ。はい、続きまして、E3Z Air Joy Plus です。Z が付いてるがこれはどういう商品なんだぜ。位置づけとしては E3 のワンランク上のモデルみたい。なんとなく見た目がグレードアップされてるようにも見える。こっちは E3 とは違って、ピンマイクや機器との接続プラグは着脱不可になってるわ。最初から固定なのか、これはこれでなくさなくていいかもしれんな。サイズ調節は先ほどと同様で、サイズ感も同じでした。そしてイヤーパッドなんだけど、先ほどのメッシュとは異なり、合成側で覆われためっちゃ柔らかい素材となっています。個人的にはこっちの方が付け心地がいいな。合成側の欠点は蒸れることと、劣化で剥がれてしまう点。付け心地はかなりいいんだけど、そういうのも考えながら選ぶといいかもです。その他、操作系やケーブルの位置は E3 と似ているな。そして、袋の中にはこのケーブルと風防が入ってたわ。ケーブルは Type-C を A に変換するためのもので、長さもそこそこあるので、ケーブルの延長にも使えそう。そしてもう片方のスポンジが風防で、これを装着することで風などの音を軽減してくれます。実際効果があるかは試してみないとな。それではマイクのテストに移ろう。はい、こちらがですね、EKSA の、E3 Air Joy Pro となっています。音質はね、こんな感じとなっています。はい、そしてこちらが E3Z の Air Joy Plus となっています。風防ついてますね。風のボボボボっていう音が結構これで軽減されるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと実際ね、今録音してる音を聞いてみて、その感想をね、ゆっくりに喋らせていこうかなと思います。はい、ということでまとめです。まずは E3 Air Joy Pro の感想から、マイクの性能は値段相応といった感じ、声でのやり取りで必要最低限の音質が確保されてる印象、また録音をした際、入力感度を最大にしてもかなり小さい音しか入らなかったので、何かしらで音を増幅した方が良いかもしれません。増幅するとホワイトノイズなども目立ちますが、通話などに支障はない程度かと思います。そして、スピーカー性能ですが、音が平たく、落ち着いた音質となっており、ゲームで位置を探ったりするには、この後紹介する E3Z に劣る気がします。しかし、音楽を聴いたりする分には、音が尖っていないこちらが良いと感じました。次に E3Z Air Joy Plus。こちらのマイク性能は、風防の影響か、なんだかこもったような音質でした。しかしながら素の音質はこちらの方が若干異様な気がします。興味のある方はぜひ先ほどの音質比較を参考にしてみてください。音の好みで決めてみるのもありかと思います。次にスピーカー性能。こちらは E3 に比べ、高音がよく聞こえると感じました。音楽を聞くと、高音が耳に刺さる感じがして、E3 に部があると感じましたが、ゲーミングヘッドセットのメイン用途であろう、ゲームには、この高音まで聞き取れるスピーカー性能が活かされる気がします。相手の場所を探ったり、環境音を聞くのもこちらが向いているでしょう。ということでまとめです。多用途なら E3 で十分、ゲームで性能を活かせるのは E3Z といった感じ。これ E3 の方には風防がないわけだが、これについては問題ないのか？後から別で購入して取り付けたりすれば問題ないよ。それに風が入りにくい人はなくてもいいだろうし、必要に応じて購入といった感じで。なるほど。ということで以上が比較レビューとなります。ご視聴ありがとうございました。